子プロ初参戦で、いきなり、藤子21チャンピオンのジャヤンに、ノンタイトルながらも、ピンフォールを奪ったパーマン2号だったが、ゴングが鳴り終わった後、ジャヤンは猛抗議。カウントが早いと、特別レフェリーの9太郎に突っかかった。試合後は大荒れとなった。まさに暴走王ジャヤン。パーマン2号はもちろんのこと、9太郎とも遺恨を残したジャヤンは、二人ともまとめて、ギダギダにしてやる、命はないものと思えと発言。そして、次の試合で、パーマン2号と9太郎が合体。極悪同盟のジャヤン、スネ夫と死闘を展開する。ファイト！起爆ぞ、こら！Hurrah!